わあ、始まっちゃう。楽しみ、早く早く。はい、進む。え、こういう系、お、なに？あ、かわいい。え、2000何年だった？見てなかった。ボイスがある。声優さんも豪華だよ。胸大きい。隔離区域、はい。わあ、ハイテク。そうなの。近未来よ。すごい。何？目玉みたいな。目標シグナル消失。位置を見失った。気をつけて。これ主人公。あ、これが主人公。ほうほうほう。そうそう。どうしてここに？異星獣。おトラップだ。トラップ。わあ、首が二つある。強そう。え、何？兄弟か何か？ここ。似たような感じがする。この辺りは。あ、え、なになに、男作者の名前、あ、はいはいはい、これ。ここで、女性か男性か選んで、はいはい、自分の名前を入力して。なるほどね。で、ここに入力。オッケー。どうしようかな、そうそう。どうだろう。絶対ピオスはいないと思う。まあ、ピオスでいっか。はい、いけたね。あ、そうで、ここでチュートリアルだね。うん、うん、うん。あ、そうです、幻灯やります。やります。やります。森脇が来てくれました。私が幻灯にドハマりしてるから、友人のピオスちゃんも先っちょだけプレイしてもらって、そう、先っちょ沼に引き込もうと思って。チュートリアルやってキャラメイクのとこまでちょっとやろうかなって思っ て、そう、キャラメイクしてほしくて、うん、あ、ついてない、そっか、今日占い3位だったんだけどな。ちゃんとチェックしてるの。何これ、F で拾う。F で拾う。そうそう。このコード、情報にはなかったわ。ああ、私の声かわいい。そう、声優効果だよ。最後まで持ってちゃう。え、これ誰がやってるんだろう。まずいわ。あのモンスター。アヤネルって言ってたな、誰か。アヤネル。ほうほうほう。あ、さくらあやねさん。あ、そう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 。ああ、はあはあ。あ、ちょっとかわいいじゃない。噛まれたら終わりの狂犬と、え、これ、なに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 、タップ、はい。そう。え、タップして武器スキルを試しましょう。1番？そう、1番。1番？なるほど。1番でスキルを。ああ。そう。なるほど。で、待って待って待って。左クリックで剣を切る。はいはいはい。左クリック、あ、オッケーオッケー。そうそうそう。おー、すごい。そう、シフト、シフトで。へ、強い。一が必殺技？ん？そう。なるほど。一が必殺技だね、うん。ジャンプ。あ、これ、あれか、視線が、くるくる。そう。マウスあんま動かさないようにしよう。そうか、酔っちゃうか。そう、酔っちゃうかもしれない。これ普通にこの道筋に通り行けばいいのかな？うん。前方の壁。壁も登れます。え、あ、読めなかったよねー。何？エスケープって言ってた？あ、でも、あ、登れた。うん。で、F で。そうそう。宝箱開ける。宝箱も入ってく。なんかいっぱい。すごい。デザインがめっちゃいいんだ。ねえ。最初のデフォルトが白髪っていうのいいね。そうなのよ。うんうん、かわいい。かわいい。かわいいね。妹がかわいいんだよな、表情とか。あ、また出た、さっきのやつ。うわー、すごい、タップ、アクション。タップ、なになに、タップ、タップしてるよ。あ、こっちか、タップ。かっこいい、ウェーイ、体が勝手に。タップ、おお。まずいね。まずい、こんなにやってるのに。ワンワンも落ちてくる。あー、食べられた方がマシかもしれない。ナップ。
いけー、おー、掴め、掴むじゃないかい、え、水に掴む。あ、滝の奥ってこと、ここ、そうそう、ほうほうほう、あら、綺麗なお花ですね。ね、光ってる、うん、うわあ、ちゅう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 。ゲームじゃない。あ、こっちか。なにこれ。え、属性の武器で攻撃すると対応する属性の装置を起動できます。えい。そう、今装備してるのが雷属性だ。はあ、なるほど。あ、開きました。出口がありました。いけー。ミュータント。なんかすごい攻撃してこようとしてない？いけいけー。ほら。もう左クリックしかしない。うわ、痛い、痛いのか分かんない、痛いのか分からん。強くない？1でスキルも使える。あ、そっか、わあ、強い。かっこいい。おお、こいつらがミュータントなんだね。そうそう、サプレッサーエナジー不足により何します。サプレッサー、そう、まあ、世界観分かりやすく言えばバイオハザードみたいな。ああ、いや、バイオやったことないよな。えい。放射線が蔓延する世界に、うんうん、なってしまって、で、うん、そのサプレッサーっていうのがないと、うん、放射線の影響を受けて、さっきのミュータントみたいな姿になってしまう。あ、え、じゃあ今、超ピンチ。やばいじゃん。私もあの姿になってしまうかもしれないの。そう。まずい。これ落ちたらどうなるの？どうなんだろう。あ、やったことないな。ああ、落ちる。戻された。あ、戻されるんだ。気になっちゃって。ああ、さっき一回落ちなければまだ。死んじゃう。でもサプレッサーが無理になったら、うん、もうすぐミュータントになっちゃうのかな。そうだね、放射線の影響を受けてだんだんと体が変化してって、記憶消されるんだが。あ、この子かわいい、この右の子めっちゃかわいいよ、うん、絶対ピンク髪にしたい。え、かわいい、みんなスタイルいいね。そうなんよ、この世界みんな巨乳だよ。すごい。そんな、私も巨乳かな。うん、主人公はね、どんなに設定しても巨乳にしかなりません。どんなに設定しても。あ、ないんだ、貧乳。そう。へえ。それは一部のプレイヤーから不満が出ております。確かに出そうな問題だ。お、あ、よかった、助かりました。あ、動きました。一体何が、え、すごい、外で治療されたの。ねえねえ。あ、見える見える。お兄ちゃん早く来て。気がついたか。はい、おはようございます。な、いやだ、どこ触ってんのよ。アプレッサーだった。はあ、サプレッサー腰につけてるやつ、それとも手首。そうそう、腰か、腰かな、うんうん。ほう、あなた名前は、シャーリー、うんうん、ジークさんと話すか。あ、ジークさんと以外喋れないや。そうだね、うん、黄色のマーカーがついてる人に話すと。どんどんぶつかれる、なんか体当たり、体当たりするとちゃんとよろけるの面白い。ジークさん、どうも、はじめまして。助けてくれてありがとうございます。拾うんじゃなかった。欲しいものと取り替え、少しは楽になった。ああ、取り替えてくれたんだ、ありがとう。助かった。あなたたち、いや、楽になったからちょっと体当たりしちゃった、テンション上がって。意識が戻らなかったのよ。私てっきり。猫ちゃん可愛いね。こいつはシャーリー。ねえ、服のデザイン超かわいい。うん。このシェルターの責任者だ。責任者さん、なるほど。あ、え、
あ、兄のジークだから妹だね。なるほど。うんうん。あなたたちが助けてくれたの。うん。シェルターの裏手に倒れてたのを見つけて。それに。あれでも3人いなかったっけ ?2 人だったっけ?なんか3人影が見えた気がした。サプレッサーのバッテリーも切れていた。そうだっけ?それで仕方なく。違ったっけ?シェルターの応急処置をしたというわけだ。ああ、ここシェルターだったのね。そうそう。コードナンバー HT501。アストラシェルターだよ。アストラシェルター。それはそうと、名前は何だ?なぜ裏山に一人でいた?ピオスって言うんですけど、なんか、ようわからん間に、こう、助ける、え?ねえ、助けてもらわないと死んじゃう状況になってました。記憶消されてる。ああ、そうだった。何もわかりません。私、何も覚えてないんです。全身擦り傷だらけだった。もしかすると、迷子になったスカベンジャーさんかな?スカベンジャー。迷子。スカベンジャー?それは運が悪かったな。あのメカの墓場には、異星獣が住み着いている。ああ、異星獣って言ってたな。生きているだけで儲け者だ。メカの墓場なんだ、あそこ。記憶が戻るまで。ねえ。わけありだね。ねえ。さっき全身を検査したが、特に。あ、マジっすか。全身をくまなく見られてしまいましたか。ジークさんと。やだ。嫁にもらってくれるんでしょうね。ありがとう。とりあえず、身なりを整えろ。それでいくらなんでもいやひどくないだろ別に。まあでもほとんどブラのような姿だ。確かにな、肌面積が多すぎる。分かった。ついてきて。はーい。なるほど、ついていく。そこの箱の上よ。忘れないでね。箱の上、オッケー。剣だ。これ持ってたやつかな。そう。オッケーオッケー、雷属性かな。うん。わー、アストラシェルターアーカイブ中、記憶アップロード速度 4% わ、すごい綺麗な世界。そう、始まりました。どう、悪くないでしょここ。うん。シャーリーとジークはここで育ったの？育ったの。小さい頃からずっとここで暮らしてるの。羨ましい。その頃はまだ人も少なくてね、みんなで少しずつシェルターを今の形にしたのよ。みんな頭いいんだね。ね。何、なんかあのドラゴンボール GT のギルみたいな形してる。首が、あー、ちゃんと体もできた。じゃーん。え、なになになに、かわいい。いつでもどうぞ。これはセリーンさん。私はミア、ライアン、ライユン、第四世代 AI サーバントです。こんにちは。こんにちは。これでも役に立つのよ。お兄ちゃんが遺跡から見つけてきたの。これあれです、ラインスタンプで見たことあります。ちょっと問題が情報がラインスタンプの方向で。皆さんに正しく伝わるよう努力します。努力します。かわいい。かわいい。セリーンさんをお待たせしてはいけません。いけません。え、小桜悦子さん違うか。ね、うん、あ、でもピカチュウの声の人だった気がする。え、大谷君さん。そう。マジか。あららら、ら、始まりは星降る島。なるほど。え、これはクリアしたらもらえるものね。そうそう、ストーリーを進めるとガチャの石だね。うんうんうん。チャーリーが待っている。はーい。お好みのモードをお選びください。自動ダッシュ、手動ダッシュ。まあ自動でいいか。 OK、 じゃあ確定。ねえ、あそこに戦艦があるでしょ。どこ、どそこ。あれはベツレヘム号。あ、この奥。50年前からあるんだってお兄ちゃんが言ってた。50年も。うわー。早く。ピアノの爆発で点滅したの。ベツレヘム号だけが島に不時着して。知らん人に体当たりしてる。こいつ誰。これツイッターでよく晒されてるやつだ。え、体当たり男。救助されたって子ね。あら、セクシー。この人だってかなり肌面積多くないですか。確かに。私の格好ひどいっていう感じじゃないと思うんですけど。はじめまして。かわいい。名前覚えてないんです。シャーリーと同世代かしら。
外の世界で随分苦労したんでしょうね。わかんないっす。何も知らないんす。早くこの人を綺麗にしてあげて。もう十分私の顔は綺麗だと思います。めっちゃ臭いって思われてるのかな。ああ、そんな。あ、獣にペロペロされたのかな。うわー、それはちょっと臭いかもしれない。これ何？体綺麗にしてくれる装置？そう。なんなら書き換える装置です。書き換える！あ、はい、始まりました。なるほど。お待ちかねのキャラクリエイトですと。プリセット？プリセットはまあ他の人のサンプルみたいな感じだね。はいはいはい。こんな感じにできますよ、みたいな。うわ。お洋服も選べます。うわ。これどんどん増えてく？もしかして。増えてく。うわ。イエー、どうしよう、楽しみ。好きな服を選ぶのだ。はぁ、色も変えれるからね、服は。あ、ほんと？ほんとだ、これで変えるのか。あ、そう、なんならその染色プレビューって下の方に書いてあるけど、その右のカスタムってボタンを押すと、うん、色をね、パーツ分けに細かく変えれます。すげえ。でもこれじゃない。これの、うんうん。うわ、これ時間かかるわ。1時間かかるって言ってたもんね。服だけでもパーツごとにね、うん、色を微調整して、うん、すげー、明るさか、あー、いいねいいね、あ、こんくらいの色かわいい、好きかも、かわいい、うん、とりあえず一旦多分髪の毛とか合わせてったらまた変えたくなりそうな感じもするから、うんうん、アクセサリーはまだそれしかないかな。なるほど、アクセサリーっていうのは、あー、はいはいはい。本当いらないな。アクセサリーの下の、あ、これ携帯ってなんだ。あ、肌の色が、あ、携帯か、はいはい、肌の色もこれはすごいでかい。はあ、首ずれます、すげー、さあどうする。あ、これで おっぱいがそうだね、横にすると分かりやすいかな。なるほど。あ、服、この服だと分かりづらい。そうだね、体型カバーの服。ボイン、え、これはこうした方がでかくなるのか、どうなんだろう、形がね多分微調整な。なるほど、ちょっと一回この服じゃなくてこう分かりやすいやつで先に、うんうん、背景があれだから、ちょっと待って、あ、これで分かりやすいんじゃない。いいね、分かりやすい。これで頭、首と、これこうする、あー、なくなった。でもでかい。十分だな。すごっ、すごっ、あ、これは前に出るか下がるか、うん、最大がじゃあこういうことだ。そう。わあ。爆乳だ。爆乳。さすがにここまではいいな。いや、こんくらい。いいね。かわいい。ちょうど。かわいい。いいね。うわ、すごい揺れるやん。すごい揺れます。すげえ。なんと。こんなん、みんな大興奮ですわ。身長も選べる。はいはいはい。ちょっと。あ、ちっちゃい。まあ、身長、自分に合わせて作るんだったら高身長で作った方がいいかな。うんうん、高身長もかわいい、うん。ちょっと待って、私間違ってまた爆乳にしちゃった。あ、こうくらいかな。うん、で、体型がこれで OK かな。次は髪かな。髪か。髪型を選んでください。なるほど。待ちかねの。あ、いっぱい。なるほど。カスタム髪型ってのもあるから。カスタム髪型。そう、前髪選んで中間選んで後頭部選ぶ感じ。はいはいはい。うわー、すげえ。全部見てこう。これが近いかな。うんうん。で、そこ毛先の色からツヤの色も変えれる。そう。あ、すごい。そう。あ、かわいい。え、かわいい。待ってよ。じゃあ。あ、カスタムで色も変えれるやつ。あ、本当。あ、そうだそうだ。カスタムこれだ。ツヤ。はいはいはい、うんうん、ツヤツヤだ、あー、かわいい、
いいね。え、楽しい。ちょっとイノベーションの割合もね、一番下でチャンスできる。あ、本当だ大事です。おー、かわいい。セットなのかな。うわ、ツインってかわいい。うわぁ、うわぁ、かわいい。あー、あー、見てもいい。あー、かわいい。かぁ、なるほど。あー、これもね、これでいいな。ここだけ長いのね。かわいい。色いいな、髪色。あー、かわいい。あー、いいね。あー、長い。あー、すごいすごい。あー、毛先が赤くなってる。あー、すごい。これだとあんま毛先ないな。ね。これもあんま目立たない。おー、面白い。かわいい。あー、あ、これもかわいい。かわいい。あー、おしゃな。おっしゃ。ポニーってかわいい。悩むな。くるくるツインってもかわいい。うんうん。あー、あー、かわいい。江ノ島純子みたい。ねえ。かわいい。あー、なに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 なんかメイクアップロード来ちゃった。びっくりした。いや、これかな。うん、いいね、それ。で、これだと、ちょっと赤が強すぎるから。うんうん。ちょっと。毛先の色。そっか、毛先の色ここでいけるか。あー、そう、カスタムでいい。カスタムで。グラデーションを、こんくらい。うん、あー、いいね。あー、かわいい。うん、うん。で、髪型これでいこう。オッケー。そしたら。なにこれ。五感？うん。はぁ、輪郭ですね。すげー。まあ、目のパーツから、うんうん、決めてった方がいいかもね。うんうん、私のキャラが、うん、ピンク髪にピンク目なんだよね。なるほどね。そう、ただ水色にもしたい。どうしようかな。眉毛。あ、眉毛だわ、これ。眉毛、水色やばいな。上すぎる。あ、すごい。目と重なっちゃった。目決めてからの方がいいかな、眉毛の位置。そうだね、目の形から。うんうん。さあ、沼が来ました。沼だな。まあ、瞳の調整は後でするから、とりあえず目の形をって感じ。うんうんうん。今ねちょっとね、写真みたいになっちゃうけど。確かに、本当だ。これかこっちかな、うんうん、あー、いいね。うん、二重がはっきりしてるから、これも可愛いな。うん、いや、こっちかな。うん、目のくぼみ上下、へえ、目上下、あー、目もこう、なるほどなるほど、そうそう。怖い。まあ、それも瞳を決めてからでもいいかも。そうだね。お、あー、なるほど。そう、あ、瞳の大きさをいじった方が。確かに、瞳の大きさ。あ、幅。そう、好きに大きさが決めれます。すげー、かわいい。さて、あ、いいね。あー、いい。あー、いい。あの、丸いのが好きなんだよな、結構。うんうん、かわいい。あ、こんくらいいいんじゃん。かわいい。あと、もう寄り目、寄り目。あー、怖い。あー、怖い。うんうん、で、鼻と口の位置を調整して輪郭を、うんうんうん、違くてれば全然。はぁ、かわいい。うわぁ、こういう、いやぁ、わかるわ。十字憧れる。十字には憧れるよね。目の中のね、色の濃さもね、変えれるから。1,2,3,4 ってあるでしょ、そこの。うん。このパーツごとに色分けが。え、ね、もっと拡大して選びたい。拡大、ね、拡大できないんだよね。拡大したい。うわ、もうめっちゃ今、画面10センチみたいな、こういうふうになってる。え、ここを変えると、あ、外側っていうか上の方だね。そうそう、上の方だね。うんうんうん。これを濃いめにして。うんうん。これは？おぉ、白目ね。すごい。充血してる。なるほど。怖い。悪魔に魂売ってるぜ。これは白でいいな。うん、うん、
どれも可愛いんだ。可愛い。え、これちなみにカスタムしたらどうなるんだろう。できます。あ、ふわーんってした感じない。すごい。わあ、ピンクと水色混ざってんの可愛い。うわ、可愛い。なるほどね。そういう使い方もできるんだ。可愛いぞ。あ、可愛い。うんうん、え、悩む。悩むね。で、これは98年、98が、あー、ここね、下の色ね。なるほどね。かわいい。この色めちゃめちゃ今よくね。ねえ、ねえ。で、これが何？あ、これがあれだ、ハート、目の中のハートか。どうじゃ。いやー、かわいい。すげえ悩む。これ沼だ、本当に。そう、一生微調整します。うんうんうん。え、でもこれいいんじゃない？かわいい、それ、うんうんうん。黄色めっちゃいい。いいかも。これでいこうかな。すげえなー。よしよし。こういう表現もできるんだな。いや、すごいね。奥が深い。花、うん、花。鼻は横から見た方が分かりやすいかな。なるほど。あ、高さ。はいはいはい。上下。上下は。ああ、すごい。血を上の方にしたい。うにゃ。顔プリセット。おお、違う。プリセット。これ戻れるかな。戻れないかもしれん。なんだって。あ、でも輪郭短くなった。あ、キャンセルあった。キャンセルのものあるんだ。よかった。焦った。あ、すごい。さあ、沼ですよ。そういうこと。ほっぺたプニーってしたかったら右の方で。うんうん。うわ、むずいむずいむずい。ゲスタルト崩壊する。うん。かわいい。こんくらいかな。うんうん、うんうんうん、いいじゃんいいじゃん。で、肝心の顎、顎ですね。学園ハンサム全て台無しに。あ、これだとすごい幼くなるねえ。顎なくなると一気にねえ。こっちはこれなんだ、この左右丸いか尖ってるかかな。ああ、うん、先っちょが丸か。かわいい。かわいい。かわいいことだけわかる。かわいいぞ。あ、でも、これでいい感じな気がする。うん、あるかな。で、幅っちゅうのは、ああ、でかくなるんだ。そうそう。かわいい。カーブはニコってしたり、ニッとしたりできる。かわいい。ほんとだ。うんうんうん、めっちゃかわいい。あー、にっこりするのかわいい。私口大きいからこれだな。超かわいい、うんうん、口前後があれなんじゃないか多分。あ、あっ、あっ、超口、あっ、ヒュー口だ。あ、正面からだとあんま分かんないけど横からだと分かるね。すごっ。うん、でもこれはそのままでいいかな。うん、こんな、まあ後から手に入れられる、探索すると手に入る服があって、うん、多分それに気に入るのがあるはず。おー、やった。これが一番好きなんだよな。この、それかわいいな、うん、いいな。だんだんなんか、あ、もう楽しい。愛着枠でしょ。愛着枠。これがいろんなプレイヤーと出会って、うん、オンライン上で交流したり共闘したりするんで、うわ、超楽しいよ。いい。だし、やっぱ みんながね、自分が好きなように作るから。そうそう、愛着湧く、うん、主人公に。いろんなタイプいるだろうしな。全く同じ人に出会ったらそれはそれで面白いしな。なかなかいないな、うん、お前も俺と同じでこれが好きなのか。ツインテールは同じでも前髪が違うとか。ああ、はい、全く同じのに出会ったらすごいってことだね。うん、すごい。逆に見てみたよ。かわいい。おお、
決まった決まったんじゃない、うん、全部でも OK、 うん、うわかわいい、いやかわいいよめっちゃかわいい本人に似てる、あ本当にすごいやった OK、 そしたら完成でストーリーを進めます、イメージ保存して使用します、うわかわいいすごいなるほど、これで叩かれるんだよ、すげえ、うわで F で話しかける、そうそう、うん、いやーかわいいあいい、ありがとう、あかわいい、声にも合ってる、いいえめっちゃいい、見た目も小ざっぱりしたことだし無駄話はやめて、この子にシェルターを案内してあげたら、なるほど、うん、任せて、シャーリーありがとう、かわいい、え、どうぞいらっしゃい、大安売りだような人いる、なになにスーパーがあるか、なるほど、あ、大安売りの人この人、おはよう、シャーリー、あ、背高いねえ、スラッとしててかっこいい、カールさん、おはよう、あ、はよう、お前さんたちが助けたっていうのはこの子か、体の具合はどうだ、いや、生まれ変わった気分です本当に別人今の世の中平穏無事が一番だ、お店長様に感謝しねえとな、せやな、パウルさん、お酒、あ、酔っ払いですか、あ、昨日ちょっと飲みすぎてな、ちょうどこれから環境観測データの回収に行こうと思ってた、環境観測データの回収、でもまだお酒が残ってるんじゃない、データの件、私に任せて、うんうん、この間みたいに酔っ払って池にはまったりしないでよ、そうだよ、しかも酔っ払いがデータ回収したら絶対なんか間違うだろ、あ、本当だよここはお前さんたちに頼むとするか、そんなら俺のドローンに道案内をさせよう、おー、ドローンがあるんだね、え、興味あるんだ、あ、興味あるよ、いいだろう、シェルターの環境を知るいいチャンスだ、ドローンと一緒なら道に迷う心配もない、助かる、超超超超方向音痴なんだわえ、でくれるの、ね、ドローン、黄色のマーカーの方に行く、あ、これか、そうそうそう、はいはいはい、でも思ってたドローンと違うんだよね、あれなんだいお前なんか、ん？ハエみたい。乗れます。わあ！ごめん、ハエとか言って。まあ、これは自動で動いてくれるから。あ、ほんと！すごい！じっくり風景を楽しんでくれ。すげえ！かわいい！かわいい！水分データ収集中。収集中。うん。え？あ、F でか。問いになった感想はどう？しっかり捕まってね。緊張しないで。私は。可愛い。シャーリーは先日の飛行中、顔を見てしまう。川に落ちました。ちょっとこれはアクシデントよ。それバグっちゃうんじゃないか。うーん。可愛い。ああ、いっぱい収集し収集収。収集している。いや、ちょうどいい太ももなんだよな。そう、わかる。うん。あの、細すぎないのが。てか、むしろむっちりしてるのがちょうどいい。あ、なんかバグってない、ね、バグってない、あ、びっくり。コイン100枚、やった。え、レベルアップ、え、何もしてないデータサンプルはこれで十分だろ。上出来だ。はい。戻っておいでよ。他の場所も案内してやる。かわいい。いや、自キャラで冒険できるの最高なんだ、マジで。そうだね。なんかこういう系のやつ、わかんない、勝手なイメージだけど、あんまりここまで自由度ないと思ってた。何？あなた。あ、ぶつかれない。タイプこんにちは、僕はアラボだよ。あなたと一緒に遊べない。だって年が違いすぎるもん。かわいい。あ、登っちゃった。そんなこと言わないでよ。子供心はあるよ。
お姉さんが一緒に遊んであげるよ。知らない知らないとこを見ちゃった今。お姉さんが君を将来有望に育てるよ。このデータをアルフレッドに届けるとするか。アルフレッド、とにかく今日は助かったよ。ありがとうな。いやー楽しかったっすよ、空中散歩。データ分析の結果、アルコールの長期にわたる多量摂取は人体に多大な悪影響を及ぼすと判明しました。確かにこれ大谷一恵さんだ。レシピをご参照ください。すごい分かるな。すごいケロケロしてるから分かんなかったけど、言われてみればって感じ。そうだよ、ミアの言う通り。パウルさん、体には気をつけなきゃ。ああ、わかったよ。わかったよ。うん、わかったのかな、本当に。他の場所も案内するね。よろしく、シャーリー。サミーさんを紹介してあげる。あ、またレベルアップしてる。あ、待って、見失っちゃった。え、どこ行った？頑張れ。あ、あっちだ。サミーさん、そう。シャーリー、あら、どうしたんですか？私に何か用でも。あら、優しそうな丁寧な口調。新しい友達を紹介するね。背中ががら空き。そう。あなたのお話は聞いています。お体の方は大丈夫ですか？あ、生まれ変わった気分です。別人。レッサーのエナジープールを変えてあげたから。もう大丈夫。なんかすごいシュワシュワシュワってやってたら、気づいたらこうなりました。あ、紹介が無駄だったね。こちらサミーさん。と言っても私より二日お姉さんだけだ。二日。同い年。はははは。今度機会があれば何か食べさせてもらうといいわ。いや食べたいな。何でも好きなものをリクエストしてください。やった。でも。転送ゲートの修理が終わるまではベンジス港に新鮮な食材を買いに行けないんです。なんだって、野菜が食いて。修理は二人で十分。ほら早くついてきて。野菜はな、暑いと傷むの早いですからね。絶対なんかみんなの格好的に夏でしょこれ。ゲートの修理のこと。野菜とかもね、フィールドに生えてるから、ね。もし見かけたら取るといい。オッケー。発生した事件は8件。うわ、シャーリー。シャーリー。追い越しちゃった。ほら、走るときに赤い髪がターボみたいになってて面白い。ね。これどういう仕組み？それがよくわかんないの。パウルさんは。オムニアムを使って転送したい。カタカナ横文字がいっぱい。遠いところに組み立て直すんだって言ってた。はあはあはあ。え、それなら人間を分解して組み立て直しても元通りになるってこと？だから私は別人みたいな姿に？どうだろう。でも私も何回も使ったけど、この通りピンピンしてるよ。あれよね、その全部こう細分化してまた再構成するってことでしょ。そうそう、めちゃめちゃ怖くない？すげえ、正しく再生されるか分かったもんじゃねえ。ほんとだよ。え、なになにこの無言。あ、どうやって修理するの？エネルギーコンバーターのフィルター故障だから予備のものと交換するだけ。フィルター故障した時に使ってた人はどうなったんだろう。怖い。いや、それ考えちゃわない？だってバラバラのまま戻らない。それだけ。パウルさんがそう言ってたもん。いや物騒だよ。あなたは替えのフィルターを持ってきて。あそこだよ。あーん、なるほど、ここにあるの。予備のフィルターがあの建物にあるの。あの建物にあるの。あ、どうなったって、あ、これか、それだ。はーい、持ち上げる。はい。フィルターを装置するだけでオッケーよ。投げるの？に狙いをつけられそうなら直接投げ入れて。触るだけで大丈夫だったの気がするな。お兄ちゃんに叱られてるけどね。直接投げ、あ、投げ入れないとダメなんだ。え、こういうこと？どういうこと？いけいけ。えい。お、ちょっと押し込むの手伝ってくれない？なんか引っかかってるみたい。押してる、かわいい。すごい。押せた。できた。転送ゲート。まあ、ワープポイントだね。ふんふんふん。あ、じゃあ戻ってくれるんだ。なんかもう他のやつ見つけたら。
そうそう、いろんなとこのワープを解放して、いつでも飛べる。確認ってどうやって？もちろん自分で試してみるんだよ。でも転送ゲートには自分が起動したゲートの間でしか転送できないっていう制限があるの。自分が起動した、自分が行った場所じゃないといけないよって話で。そうそう。あなたはこのゲートしか使えない。確認は私に任せて。かわいい。ここしか使えなかったらどこにも移動できないじゃない。ここしか。でもそれって大丈夫なのかな。いやー、いいな。すぐ戻ってくるから。いや、いいな。あー、ごめん、キラキラちゃった。ごめん。あぶねえ、シャーリー攻撃しちゃうとこだった。君は、あれだ、セリーヌちゃんか。うわー、なに。虫みたいな。確かに。すごい可愛かった。めっちゃ可愛かった。可愛い。可愛い。可愛い。あ、かっこいい。可愛い。魔法少女。すごい。お。おお。え、何？攻撃対象武器エナジー値がなんマックスの時武器切り替えで連携攻撃が発動可能。武器切り替え？そうそう。なんかジャキーンってなったら。他の武器に持ち帰ると、その武器の必殺技が打てる。なるほど。今武器って何個持ってるの？1個？今ね、ナイフを新しく手に入れたからね。ほんと？ターゲットを攻撃するときフルチャージした後にタップ E。 武器切り替えで連携。はい。おー、すごい。キタキタ。おわ、間違った。わーい。ジャキ。強力な敵エネルギー反応。ボス？ボスかい？ボス。武器のレベルアップ。はい。何？武器を開きます。はあ、武器をレベルアップさせましょう。急に BGM なくなるの、やめて。はい。レベルアップ素材を追加。武器をレベルアップ。ほう。画面を閉じます。はい。で、あ、痛い。何するねん。頑張れ。1キーで必殺技で。確かに、そうだった。ほら、かっこいい。すごい。ああ、勝った。え、これって HP とかってあるの？自分にも。ああ、下の方に。ああ、全然減ってない。やったぜ。自動回復するから、戦闘が終わる。やったぜ。どんぐらい減ってたのか分かんなかった。大丈夫だよーん。あのモンスターたち、あなたが追い払ってくれたの？なんとかなったよーん。もう大丈夫。全部片付けたわ。怪我してない？なんか痛かった気がするけど。シェルターで今月発生した事件は計9件。9件。ごめんなさい、私ちょっと虫が苦手で。まあ、虫みたいな形をした機械。機械だよな。うん、虫は存在するのかな。あれが虫なのか。あ、虫もいるよ一応。虫がいるんだちゃんと。でも放射線オムニアムの影響で。あ、でも変な生物になってたりする。なるほど。人間以外みんなもう知能ないから終わっちゃったのか。そうだね、ほとんどの生き物は放射線で汚染されて。そっか、じゃあまあでも飼ってるペットとかにその汚染防ぐやつとかつけてたら。そうサプレッサーつけて。なるほどね。ホランホフランツさんに助けを。ホランツ。ホランツ。そうだね、あの人ならなんとかしてくれるはず。これ F 押さなかったらどうなるんだ。あ、なんなんもない。フランツさんって。来たフランツさん、とにかくすごい物知りなの。お願いしに行ってみよう。オッケー、フランツさん。警告、転送ゲートは故障中。ああ。正常に使用できません。ミアはここに残り、皆さんに警告を続けます。オッケー。さすがミア。そうしてもらえると助かる。うん、ちょっと危険な目にさらしたくないもん、こんなちっちゃい子。かわいい。うん、かわちい。で、気をつけて、お兄ちゃんに気づかれないように。
あ、いいのここ。あ、素通り。あの大きな岩見た？ブルークリークの正面にあるあれ。何これ、なんか、え、何これ、どういうこと？網がかかってる、キラキラした。あの岩、バーチャル。バーチャルみたいに見える。はんはんはん。あそこは旧連邦時代の遺跡の入り口だって。遺跡の入り口。へえ。アバターシステムで岩に偽装してるんだって。うんうん。遺跡か。中には何があるの？わからない。お兄ちゃんは危ないから近づくなって言ってた。うん、いかにも危なそう。でも、きっとすごく貴重なものが隠されてるんだと思う。だって、あそこを調べるためにハガードからフランツさんが派遣されてきたくらいだもん。はあ、あそこのために来たんだ、フランツさん。さあ、そうそう。準備はいい？うん、川のあっち側まで行くわよ。いやー、すごい運動量だな。こっちね。シャーリーどこまで行ったの？ちょっと早くない足。シャーリー。シャーリー。シャーリー。早い。姿が。こっちか。おうおう。あ、川をこう渡るっと。そうそう。わあ、あ、泳げる。すごい、ちょっと見たい。あ、かわいい。あ、かわいい。かわいい。ちょっと先にちゃんと進めてるかわかんないけど。あ、魚がいる。マウスホイールをね、コロコロするとアップもできた気がする。うん、あ、ほんとだ。じゃじゃじゃん。ちょっととりあえずこれ渡り切ってからでしょ。何君。何君。美味しそうだね。あー、かわいい。あー、かわいい。びっくりするの、かわいい。あ、いいね、いいね。かわいい。どっから見てもかわいいじゃない。あ、いいね。正面で見よう。おー、おー、いや、かわいい、あー。すごい。かわいい。ニコニコしてんの、本当にかわいいな。あ、君がフランツさんですか？フランツさん。え、でもシャーリーいなかったよ。どこから現れたの？シャーリーじゃないか。どうした？よくジークが外に出るのを許してくれたな。もういい声。お兄ちゃん忙しくて手が離せないから、うん、仕方なく私がお願いしに来たの。転送ゲートの位置情報システムが故障したの。でもこの辺で修理できる人ってあなたくらいしか思いつかなくて。え、フランツしか修理できないんだったらこれまでどうやって頑張って過ごしてきたの？それならお安いご用だ。帰るついでに直しておこう。ああ。まさか今すぐ直してくれないの？でもこのデコンストラクターも故障中だから今ちょっと故障しまくってんな。デコンストラクターって被害が。アバターの偽装を解く機械だよね。そうだよ。偽装？こいつはもう古いから肝心な時にストライキを起こすんだ。これ直すのって大変？大変そう。ショートしただけなんだが。中の部品が焼けてしまってね、修理には時間がかかりそうだ。そもそも部品がないと修理できないと。でも、サミーさんが急いでベンジスに行かなくちゃいけないの。シェルターの食料ストックが底をつきかけてて。そっか、全員の食料がサミーさんなんかどうにか料理作ってるってこと？そうそうそう。ああ、じゃあやばいね。なんかそういうレストランとかじゃなくて、うん。食堂のお姉さんみたいな感じなんだ。こっちは後回しにして。そうそう。転送ゲートを優先しよう。悪さしないで、おとなしく待ってるんだよ。当たり前じゃん。悪さなんてするわけなくない？あ、いい子だわ。本当かな？するわけないじゃん。ああ、悪い顔してる。私でもなんとかなるかも。あれ、私より悪い子がいるかもしれない。あなただって遺跡に興味あるでしょ。このデコンストラクターを修理すれば中に入って探検できるんだよ。悪かねえな。旧式だから原理は単純だし、なんとかなると思う。いや、シャーリーが言うなら間違いねえわ。まだちゃんとしょうがないな。見た感じだと電源が焼けて壊れたみたい。ほうほう。じゃあ私は
何すればいいの？乗り気ですね。このオムニアムタワーに行こう。そこにリトルウィリーっていうドロイドがいるから。ドロイド。予備電源を借りられないか。ドローンのアンドロイド。ドロイド？ドロイド。あの子とドロイドって人間？喜んで貸してくれるの？アンドロイド。うん。でもシェルターから離れると危険で、道も険しいのよね。うんうん。そうだ。ジェットパックをあげる。急ぐときに便利だし。可愛い。危ない時すごいモーション。そう、動きが可愛いな。気をつけてね。ジェットパック。ジェットパックを使えば険しい地形だってひとっ飛び。へえ。そう、めっちゃ爽快だよ。おお、すごい。感じに。ドラッグで方向を変えた後ドロップすれば矢印の方向に飛ぶ。ドラッグで方向を変えた後手離せばいいってこと？まあポチッと押すだけでピョーンって飛べるようなもんだと思ってもらえれば。あ、 Z ね。仲良ししたことないな。うん、2かな。2、 あ、2だったわ。 Z だと思った。ピョーン。おー、で空中でターゲット。おお。え、君敵？キノコ。美味しい。探索モード、青色のガイド付き、すべてのクエスト。ああ。まあどっちでも。うんうんうん。じゃあこっちにしとくか。まあ後で帰れるし、邪魔だったら。うん、うん。ハイエナの縄張りだから注意してね。お、箱がある。これは武器とか。落ちる。もう自由に探検できるよ。で、F2、食事を行うと戦闘力を一時的に、はーん。なんか今もらったのはあれか、食べるものだったか。そうだね、生卵だね。おお。食材。それ絶対腐ってるだろ、この中に入ってたら。で、こっから降りるのかな？うん。あそこになんか丸い宝箱があるから、それ開けると結構いいもん。ああ、なんかいる。敵もいます。えい、さよなら。うわー、攻撃されている。ゆっくりゆっくり。オッケーオッケー。で、痛い。攻撃すんな。痛い。キャンセルされる。攻撃してくんな。開けろ開けろ。よし、開いた。いいぞいいぞ。オッケー。あ、エモい。あ、かわいい。この葉っぱの隙間から見える顔。全部かわいい。ね。よいしょ。おーりよ。君強そうですね。やめてください、やめてください。おらー、キレキレ。いった、強いね。今の武器じゃきついかな。うーん、全然減らん。私が死にそう。逃げろー。わーい、さよなら。痛い痛い、ちょっと来ないで来ないで。ある程度離れるとどっか行くから大丈夫。うん、あー、あ、そうそう、あった、絶対離れ。そう、それにね、投げ入れるとね。なるほど。うわー、来てる。逃げろー。あ、行ったじゃん。やめてください。やめて、来ないで来ないで来ないで、痛い痛い痛い。死んじゃう死んじゃう。逃げろー。お、ああ、お、よいしょ。ああ、ええー、やったー。盛り上がりだー。イエーイ、わーい、すごいすごい。ヤッホー。あ、すごい、モーションがあるんだ。どう？え、かわいい。ちょっと正面が見たい。あ、かわいい。盛り上がりすぎる。ちょっと。かわいいっしょ。かわいい。お、わー、すごい。武器にしてるんだ。あー、いいね。そっか、いろんな武器あるんだもんね。何が合うんだろうな、私に。ちょっと楽しみ。私は炎だね。うんうんうん。ああ、透明になっちゃった。あ、かわいい。身長差めっちゃかわいい。なんかリアルと同じぐらいあるんじゃないこれ。ね、本当に。うん。
いや、衣装かわいいね。そう、これ。頑張ってガチャ回した。うんうん。あ、いい。へえ。わ、会えたね。会えたね。ほらほら。わ、強すぎる。ね、すごいな、ランクってかレベル90じゃん。あ、まあでもレベルはおまけだからね。あ、そうなんだ。勝手に上がってくる。うんうん。行くぜー。わやー。もうほぼほぼ盛り上げですから。ほらほら。ふん、弱いな。何もしてない。いや、みんなも幻灯やってキャラメイクして一緒になんかこう写真撮りましょうや。ねえ、撮りたい。ねえ。っていうことで、ちょっととりあえずは一旦ここで終わらないと多分ね、一緒にやっちゃうわ。楽しくてつい。そう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 。だから一旦動画自体はこれで終わりますけど、いや、もうちょっとこれね、操作慣れたら、私もちょっと偉そうに語りながら実況したい。森脇はね、優しく教えてくれるけど、私に言動教えてって言ったら、これはね、こうなんだよって。偉そうに語るんで。何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、お疲れ様でした。マジで、うちの子かわいい。かわいい。うん、後ろではっちゃけてる森脇もかわいい。